どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさんでございます。こんにちは。はい、こんにちは。ですね、まあもうすでに恒例になってるのかな、よく私たち2人は夫婦でね、家でリビングルームでこう一緒に合わせてね演奏してるんです。夫婦セッションをですね、この YouTube ガズレレ YouTube の方でシェアしようということでやってるんですけど、本日のテーマソングはせーの、踊るポンポコリーン。こちらの曲、これはですね、もうガズレレメンバーであればもうまず入門の弾くということなんですけど、まあまあ夫婦でね、こう2人でこうアンサンブルでやると、まあこんな感じでやると楽しいよという、まあ、あとはね、まあ、なんていうのかな、まあ、コードとテロップはいつものように出しますんで、みんな私たちと一緒にセッションしましょう。はい、あとちょっと報告ですけど、昨日6月6日ガズクラブ、今回この度始まったガズクラブの限定のオンラインイベントを開催したんですけど、もう150人でこんな感じでもうあの生でね皆さんとセッションしたんですけど、まあ興味ある方そのガズクラブもよろしくお願いします。そしてね、ウクレレいいな、私もやってみたい、できるかなと思ったあなた、できます。はい、ここにリンク貼ってきます。このリンク先行ってウクレレ触りながらやってるだけであれあれというふうにできますからね、皆さん音楽どんどん始めていきましょう。で、動画の最後の方でこの踊るポンポコリーンのレッスン動画のご案内とかちょっとご案内もありますんで、最後までご覧になってください。それでは早速演奏してみましょう。はい、踊るポンポコリーンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。いいですね。はい、あ、これね、やっぱり一人でやるのもいいですけどね、こう二人でやったり、まあ、オンラインでもね、みんなでズームとか使ってやるのもね、すごくいいですよ。はい、そんな感じでですね、まあ楽しんでおります。本当にね、いいです ね日曜日の、ね、朝っぱらからやってますけれども、ね、まあ豊かな時間です。ウクレレありがとう。はい、皆さん大いにね音楽を楽しんでいきましょう。ありがとうございます。そしてこの踊るポンポコリンの、レッスン動画もう、これ結構昔のやつですけど、ここに一応シェアしていくんで、これまたやってください。今のね夫婦セッションのところでもこう参考にしていただいて、あのコードが簡単ですからね。あとこれハモったりなんかするこのね楽しさもねあるんで ねハモられるとそう、うまくなってきます。気持ちがいいということで、ね、それやっぱね気分いい、もう音楽をほら楽しむためにやってるわけだから、ね、そうそう、そんな感じでやっていきたいと思います。あ、でさっきもお伝えしたんですけど、このガズクラブとかですね、あとはこのがあのいろんなことこのいろいろやってるの、もうガズレレ .com でいろいろチェックしてください。そんな感じでウクレレで楽しく音楽していきましょう。皆さん本日はご覧いただきましてありがとうございます。いいねとかチャンネル登録もよろしくお願いしますね。また会いましょう。さようなら。